ドストックロストというタイトルで今日はお送りしたいと思います5月にブルース・アレージャパンで自分としてもちょっと画期的な13名という大所帯のグループによるライブを行いましたその時に本当に存在感という意味ではもう抜群の重さをそして深さを感じさせてくれた吉田美奈子さん ミュージシャンズ・ミュージシャンという言葉がぴったりの人だと思うんですけれども、彼女がいろいろお話をしてくれたことがえ告知段階ではお伝えしきれなかったので、あまりにももったいないということで、彼女とのお話を中心に今日は見ていただきます。これから2023年の秋に向けて、 僕自身の活動というのもいろいろ深まっていきます。11月にはヤマハホールでコンサートをやる予定があります。10月にもこれはもう20年以上になるプロジェクトのノーニュークスギグもあります。そして12月にもちょっと仕掛けようとしていることがあります。 結局そういったことが2022年の秋からの、えー、例えば25幻想ことの皆さんとの作品作りであったり、えー、やはりヤマハホールでやったスカ、えー、ちゃんとそれからチェリストたちのコラボレーションだったりそういったものがいろいろこう形を変えてこう、えー、生き続けている。 それがその今年の秋にもまた作品化されるということなんですけれどもそういったことに関して歴史だったりそれから音楽との向き合い方だったりそういった深いところでのミュージシャンズミュージシャン美奈子さんとのお話美奈子さんの言葉とてもとても大事なものだと思いますどうぞお楽しみください ちょっと戻って、えー、その美奈子さんの音楽の変遷なんですけど。かなりいろんなジャンルの。私はいいんですよ。いやいやいや、<laughs> 聞きたいんですよ。よ <laughs>、はい、<laughs> どういうこうなんかこう、区切り決めちゃうんですか。いや、全然決めてないです。だらだらと生きてる。平行そうです。そうです。はい。はい。でも面白いのは、例えば、私があの、やったライブによって、今度、あの。 年のりさんと山ちゃんと富樫、はい、君があったりして、はい、それで今がバンドができたりとか、はい、そういうきっかけを割と作ってるんで、ね、んそれはあのとても,もう誇りに思いますみんな合わせてまあいろいろありますけど、はい、内情はいろいろありますけど、はい、でもそのきっかけを作ってたっていうことがすごく誇りに思います 今なんかそういうその昔だったらそ,のそれこそ六本木のピットインがちょっと文化センターみたいなところがあって、はい、なみんなが何やってるかちょっとそれをこうスケジュールとかを覗くと分かったりするあ、はいはい、なんか集まる感じ昔の例えばニューヨークだったりロンドンだったりのにもそういう場所ってあったと思うんですけどはい、はい、そのデジタル社会になっちゃって。 そういうのがすごく減ってる感じって。ああ、そうです、ねうん。あの、私は野上彰さんっていうのは。結局、審査サイズさんのイメージが強かったので。うんうん、あの、そういう、ずっとそういう方なの、新鮮の方なのかなって思ってたんですよ。だけど、ご一緒すると、とっても自由に、あの、その中で、あの。 お引きになるわけじゃないですか。えー、で、それがとっても嬉しかったですね。えー、話変わっちゃうかもしれないですけど。えー、あの、松本隆さんの、例えば、コンサートの時とか、えー。自由に弾いてらっしゃるじゃないですか。あ<ー>、<て>めちゃくちゃ自由に。<laughs> そこがいいですよね、<laughs> とっても。それは嬉しいですね。<laughs> っていうか、まあ、僕も、なんか、その、もともと。例えば。そんなに、その、ある特定のジャンルが好きだった。わけじゃなくて。はい むしろそのバルトークとかストラビンスキーとか、はい、そういう人たちのことをすごくこう憧れて見ていて、はい、だからその譜面には抵抗譜面を書くことには抵抗がないんですけど、はい、逆に何かその、えー、同じ繰り返しの中ではドリブを何回もやるとかっていうのは、うん、なんとなくこう飽きちゃったり結局ぐるぐる回ってそのなのでそのアレンジするっていうことは。 あのー、ある程度土台を自分のこう色で作れて、はい、で大体い他の人のやることも決めてあるから自分はその上に乗っかって遊べるみたいな、えー、割となんか、あのーえー、これは向いてるわい,いっていう感じだったんですけど <laughs> <laughs> だからなんかそのうん緻密にこう組み上げていくものっていうだけだとやっぱり強さが 不足するなってうとってもね、うん、それとあとやっぱり何かにこう説明的になるような音楽だとやっぱりつまんないなというふうに思っちゃうんで説明してあげないと分からない人たち多いからじゃないですかね<ー>でも親切になる必要はないと思うんですよね あのきちんとした形にはまるものには全然そないんですよ、ね、でも絶対その何て言うんですか形だけじゃなくて自由にできるフリーなスペースが欲しい方なので、うん、あのそのつどそのつどで小説も変わるし、うん、でそうやっていくと全然ダメですねそういうかなんかあのなんていうんですう売れるための枠っていうのは<ー>だからそれで粛々と あの何十年も来てでも今はとっても幸せなので、えー、よかったなと思いますそれで,<ー>でそれでいろんな方とご一緒してて、うん、でレコード会社と契約する時も私はいろんな方とご一緒しますけどそれが制約されると私はできないのでそこはもう一切ノータッチでしてくださいって常に契約の時にジャズの方はたくさんご一緒しますし、えー。えーえー それが面白いんですよね。ああそれはいつ頃からですか。最初か,す最初から。です <laughs>、はい、<laughs> じゃあ大滝さんなんて面倒くさい人だったんですよね。あ大滝さんもだから、その一人だったですね。<ー>うん、いろんな方と。ご一緒するための一人ですね。うん、まあ、僕もなんか大滝さんにすごい。なんていうか、助けられたっていうか。なんていうか。こう、大滝さんチームっていう。ふうに。 えー、思われてるから許されることっっっていいいうのががぱいあ,、ね、あった気がします<ー>それこそ,そのアレンジなんかのやり方に関しても、えー、えっと僕はある時からそのイギリス人と仕事をするようになって、はい、あ譜面がない状態で複雑なものが生まれるのがベストなんだっていうふ、はい、結果複雑っていうのは。 すごくいいことなんだけど、えー、なんかそこへ行くための道のりってまあ譜面読めなかったりとかするしそのイギリス人のジシャン書いても無駄みたいな、はいはいはい、そこでどうしてこんなことちゃんとできるのかなと思うようなことを彼らやるし、はい、そこでなんか日本でやってたことって弱だだったんだなってすごくまあ、まあ、でも全部あのフリッフォームのものでもルールがありますからね。そうですねだからそれを あのちゃんと歩み寄れば何、うん、だってできると思うんですけどそれルールがないものってでたらめになっちゃうんでそうなんです、うん、だからそれはダメですねでもそのことのはざまってすごく狭くて <laughs> で,、ね、でしょでもあのなんか私言うことじゃないんですけどスキルがないとそれが分かんないです、ね、ああ<ー>、うん、それは思いますけど、うん、だ一生だからきちんと ししようとと精進なないいいけないんだなっていいうのはよく思ぱえー、さっき松本さんのコンサートの話も出ましたけれどもその時の,その、えー、演奏というか、えー、演奏する側のミュージシャンがみんなこうちょっとこうテンションがこうピュッと上がった感じ <laughs> もちろん選曲の問題もあるしアレンジ私は松本さんの曲1曲も「獅子」の曲も歌ってないんですけど。うん なぜか最後に必ず呼ばれてすごくまあ調長さん喜んでらしててこうやって語り継がれるべきだと思って、うんね、それがなんかとても良かった <laughs> 楽しかったで,、ね、でそれはやっぱり面白がある松本さんもやっぱりすごいなと思うし、えーうん、なんかその同じ時代にこうみんながこうたまたま 才能のある人たちが同じ時期に出てきたっていうだけじゃなくてさっき話しかけてたんですけど、はい、文化センターみたいな今のみたいにこうツールがいっぱいあるわけじゃないのであの自分でこう見極めて自分らしさを出すって、うん、今の人たちツールがいっぱいあるんで、うん、それを使ってること自体で自分の個性だともう思っちゃってるところが。 そうなんですね。うん、で、そう、ず、残念だなと思って、うん、もうちょっと、あの、せっかくやってるんだったら、自分の中のことを見つめてあげて。あ、うん、と、内省的な、うん、あの、ものをしっかり、見た方がいいかなっていうのを思います。をうん。それはすごく思います。選んでる、うん、選んでるんだっていう風な。ところで止まっちゃってる。そですね。だから、これ、こっちよりこっちの方がかっこいいとか、好きとかって思うのは。 ちょっと似てるんだけど、ええ、でもその後ろにあるなぜそれが好きかとかっていう,うで,、ね、でも好きだと思うことって自分にそういうセンスがあるから呼ばれるんですよ、はい、だからそういうことで大切にしてあげた方がいいかなって自分のことそう思いますけどね、うん、今なんかその音楽に求められているものっていうかこれからどうあったらいいかっていう,う話になりかかってるんですけど、うんうん、その。 もともと例えばローラ・ニーロとかあの時代の人たちにやっぱり影響を受けてるんですローラ・ニーロはすごい影響を受けましたねだから普通のポップスではちょっとないですねバーブから出してて作家として大きくなっていった人なのでそううい影響がかなりあ他にはどんな人ですかそう まあジョニーミッチェルは好きですけど、うん、あの人はまあ自由ですよね自分のそうですね、うん、自分らしいものももちろん人気もあるんだけど、うん、自由じゃないですか。うん、あそれであれなんだあの変則チューニングで手が痛かったってババに返ってくるって <laughs> <laughs> ジョニーミッチェルだったんです。あれがね合ってたんですよあのジョニーミッチェルのサイトの中に、うん、あのオープンチューニングの仕方が書いてあって、うん、あそれと同じだったですね。うん、だからあ合ってる合ってると思いました。うん ジョニーミッチェルが全然ビートルズを聞いてなくて。ービートルズじゃなくて、ヘンドリックスは何でしたっけ、あの三人組のジャズの。あのコーラス、ジャズコーラスの人たち、あ,あの人たちのアルバムを、熟、熟聴っていうんですか。聞き、聞き込んで、自分の音楽の。<laughs> あ、そう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 ,そう。はい、で、僕は実は不勉強で、はい、そのまあ、もともとそのジャズにあんまり明るくない。 っていうところがあったので、はい、ジョニーミッチェルのサイトで、その名前を見て。あ、聞かれたんですね。ねで,<ー>でも、やっぱぶっ飛びました。もうとんでもないな、んこんなっていう。で、やっぱ、こういう裏付けがアメリカの音楽にあるから。うん、いろんな新しいものの出てき方も。なんていうか、パワフルなんだなってあ。そうですね。うんうん。 すごく思いましたね。残ってるものは特にそうですよ、ねはい。ニーナ・シモンとかはどうなんですか？ニーナ・シモンはあのもうの曲も歌ったりしてます。なんかニーナ・シモンっぽいなって思う。そうです。<laughs> <laughs> なんかでもっぽいなっていうのはその音楽的に似てるとかっていうことでは全然なくて、<laughs> はい、でもまあいろんなわ私を。 全部カバーとしていろんな楽曲を歌ってるんですけどルーツにジャズはないのであのいい曲だなと思うと今もその石井明さんとご一緒している時にいろんな方の曲を歌ってますけどそれを本当曲としてこ「れこれチャーミングな曲だね」って言うと歌おうと思んますね。 コンサートにできるように割としてますけどやっぱシンガーソングライターって本当で出てるとねいつも自分の曲歌ってなきゃいけないみたいなお客様からこうプレッシャーがあるんですけど、はい、そうじゃないよって言い続けても50年ぐらいい経っちゃいましたなるほどあのー、なんていうのかな、えっと、オリジナリティって、うん、なんか自分の手で作ったから 簡単に出てくるもんじゃないでだかね自分の表現っていうのはそこになんか載せられる器が見つかった時にできるんだと思います、うん、僕もあの僕の父親がチェ,チェロ引だったので、はい、その影響でなんですけれどもそのカザルスが弾いた「鳥の歌」っていう曲がやっぱりちょっと。 特別な存在でその曲をまあ自分でも演奏しますしいろんな人に演奏してもらってっていうのをプロジェクトとしてやってるんですけど、はいはい、だからいろんな人の演奏でもすごくスタイルの違うものを、はいあのー、集めてるんですけど、はい、やっぱなくならないんですよね元の「鳥の歌っていうものが。はいはい、それは何でかっていうふうに感じるくらい音楽っていうのはこう。 奥行きが深いっていうか、はい、幅が広いんだなと思います十一<ー>月二十四日に銀座はヤマハホールでラプソダイズアコースティックというタイトルのコンサートを開くことになりました、えー、実はまあラプソダイズ発売記念コンサートというのはあ今年の五月に目黒のブルーサーレジャパンでやったんですけれども鍵盤楽器はヤマハの CP1 を使いました まあ、CP1 の実力というのももちろんそこで発揮できたというふうに自分でも感じるし録音されたもの、まあ、これもしかしたら作品化されるかもしれないんですけども当日の、えー、ライブレコーディングを聞いてもまあ何ら遜色はないというかなかなかなんですただやはり生書きとしてのピアノと 魅力というか表現力は捨てがたいものがあって、えー、そういう意味では、えー、ホール自体が一つの楽器として素晴らしい音色を持っているヤマハホールで、えー、できることならばちょっとそのサラウンド的な今までもやってきた実験を今回360度リアリティオーディオの雰囲気で実現させるそんな時間を作りたいと思って。 準備を始めてますヤマハホールの響きそして今回山本つぐみさんと市川新さん2人の素晴らしいおことのプレーヤーお呼びしてますそしてそういった意味で本当に世界レベルで素晴らしい活動を続けているマレー明日香さん彼女とのコラボレーションもたっぷり作っていこうと思います。 これからいな情報を出していきます曲作りの様子だったりそれからその素晴らしいプレイヤーたちおことのプレイヤーたちそしてアスカさんとの準備の進め方その他いろいろを TwitterFacebook そして公式ホームページその他でいろいろとアップデートしていきたいと思ってますのでチェックよろしくお願いします。 ラプソダイズアコースティックそれでは11月24日にヤマハホールでお会いしましょう。